ユナリーは大韓民国出身のアメリカ合衆国のジャーナリスト、ボイス・オブ・アメリカ韓国語、朝鮮語サービスのテレビエグゼキュティブプロデューサー。2005年からカレント TV に勤めていたリーは2009年3月に同僚のジャーナリストローラリンと共にビザを得ないまま中華人民共和国から朝鮮民主主義人民共和国へと越境し、拘束された。 二人は不法入国で有罪とされ、2009年6月に12年間の労働協経刑という判決が下された。アメリカ合衆国政府はこの判決に抗議し、外交努力を通して二人の解放を実現しようと取り組んだ。2009年8月4日、元アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンが特別人道訪問をしたことを受けて、 二人は朝鮮民主主義人民共和国政府から恩赦を与えられた。リーは大韓民国で生まれ育ち、アカデミー・オブ・アート大学へ進学するためにアメリカ合衆国へ移り住み、映画、放送分野の学士を取得した。また、2012年にはコロンビア大学ジャーナリズム大学院を修了した。彼女は俳優マイケル・サルデートと結婚しており、一人娘花を設けている。 2009年3月17日、リーは同僚のリンと共に中朝国境で取材中に拘束され、6月には労働協計刑12年の判決が下された。8月4日、元アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンがリーと同僚のジャーナリストであるローラリンを解放すべく朝鮮民主主義人民共和国を訪問をした。朝鮮民主主義人民共和国政府は、 クリントンが訪問したその日に、ディートリンの二人に恩赦を与えた。彼女たちが取材した機材や資料が、朝鮮民主主義人民共和国に残されたことで、取材に協力した脱北者や人権活動家の情報が、朝鮮民主主義人民共和国当局に把握され、彼らが危険な状態にさらされたとも言われている。大韓民国の人権活動家たちは、ディートリンが、 その行為を通して北朝鮮難民の立場を危ういものにしたとして二人を非難している。2010年、拘束事件の経験に基づいた彼女の著書、ザワールド・イズビガー・なウが出版された。ありがとうございます。